どうもこんにちは、水ニャンです。本日のサブチャンネル1本目の動画になるんですけれども、皆さん速報で、ございます。クラスターフェスなどをですね、主催していた、国民主権党の、党首である平塚正幸氏が、駒込警察署の方に、逮捕、されました。で、まあ理由としてはですね、ちょっと僕もわからないんですけれども、拡散されてきたこう動画の方では、こうある、建物の前に平塚正幸氏と、であと警察官の方々が対峙しておりまして、で警察官の方がこう警告とね、平塚正幸氏の方に述べていました。でそれにこう抗った平塚正幸氏が刑事のですね、逮捕という掛け声とともにですね、建物のこう敷地外のこう外にこう連れて行かれて、そのままですね、どこかにこう連行されたということでございます。ということでですね、以上、水ニャンでございました。それではじゃあね。